100% 新車感。国内全メーカー新車最安値に挑戦中。年間販売実績約1700台、リピート率驚異の 50% 超え。はい、100% 新車館加須インターチェンジ店の宮崎です。よろしくお願いします。今日ですね、いつも通りトヨタのアルファード用意したんですけど、ちょっと顔もう違うのお気づきでしょうか。いつもですね S の C パッケージでもう宮北っていうレベルだと思うんですけど、ご紹介させていただいてたので、今日全く違う G ですね、 G グレード用意させていただきましたので、ご紹介させていただきます。こちらですね、もう本当に顔から全然違うんですけど、 S の C パッケージだとなんかカクってなってるんですけど、こちらは三角でかなりシンプルにイメージになると思います。まあ見慣れたアルファードからちょっと顔変わってるんで、なんか違和感を覚える方もいらっしゃるのかなとは思うんですけど、まあこれはこれでやっぱかっこいいアルファードだと思います。まあこちらにですね、やっぱりモデリスタとか TRD つけていただいてももちろんかっこよく仕上がると思いますので、ぜひご検討いただければと思います。はい、で、まあ、フロントのバンパーだけじゃなくて、今回はですねいつもつけていただいて皆さん多くつけられている、まあ、3眼 LED ついてない状態で、まあ、つけない状態だとちらこんな感じになってます。はい、で、S のグレードと、まあ、X とか G のグレードで若干違うところがありまして、この、まあ、フロントヘッドランプの周りの部分ですね、ここの部分が、黒か、まあ、シルバーかと、まあ、ちょっと今日の当たり方とかもあると思うので分かりづらいのかなと思うんですけど、ここですね、この部分が、まあ、黒なのか、まあ、ちょっとシルバーっぽいのかと、こういうふうに、まあ、ほんの少しですけど、まあ、こういうところも差があります。はい、まあ、フロントこんな感じですね。横行きたいと思います。こちらまず、アルミが全然違います。 SC パッケージだと18インチで、まあ、1インチ大きいものなんですけど、これ17インチなんですね。まあ、メーカーオプションで、マイナスでマイナス3万いくらだったかな、それで、小さくできるんですけど、まあ、それと同じもの入っておりますので、仮に、SC パッケージとかで、まあ、ちょっと下げればこのアルミに変わります。なので結構見る機会ないのかなと思いますので、まあお見せできたことはちょっと嬉しく思っています。あとは横はいつも通りですね。で G でももちろんあの両側パワースライドしっかりついてますので、まあこっち左側でついてて当たり前なんですけど、右側もですね後で、はい、なってます。で、まあ、こちらですね、内装ですね、黒からフラクセンに変わってますので、だいぶイメージ変わるのかなと思います。後ろも3列目もこんな感じですね。はい、ありがとうございます。でですね、SC パッケージと同じ合皮になってまして、ただ広く見えるのが肘掛けがこれないんですよ。もともとずっと出っ放しの肘掛けがなくて、もうここから出ちゃいますか、こういう風にですね、まあ自分で出すスタイルになってますので、まあちょっと広く見えるのそのせいかなと思います。まあ後席こんな感じですね。ありがとうございます。じゃあ行きます。で今度後ろ行かせていただきます。で、まあ結構言われてる、まあ皆さんアルファードのバックドアは重いと言われてるんですけど、まあ開くとこんな感じですね。で、特徴としましては、まあフラクセンなのでやっぱり後ろから見るとかでも全然内装の雰囲気は全く別物だと思いますし、まあ一応、2列目の上の部分ですね、ついてる後席モニターとかもですね、まあ後ろの席からでもやっぱり大きく見えると思います。なんでまあ大人数での旅行の時とかでもですね、大活躍間違いなしだと思います。でですね、パワーバックドアが、このモデルついてない状態でして、
メーカーオプションで5万4000円で、付けられますので、付けたい方ですね、ご要望いただければ、付けられますので、まあ、メーカーオプションなんで後付けできないので、そこだけご注意ください。やっぱちょっと重いですね。でまたちょっと横行きまして、まあ、両側もちろんついてますよってことですね。同じくないそうです。はい、こんな感じですね。で、内装系、まあ、一番変わるのがこの、パネルの部分だと思うんですね。まあ、S 系だと、まあ、黒なのでちょっとよくわからないっていう時もあるんですけど、木目の部分が全部茶色に変わってます。黒から茶色に変わってて、まあ、内装もやっぱりフラクセントあってで統一感もあり、まあ、高級感やっぱあふれる1台になっていると思います。まあ、ステアリングの部分とかもですね、ちょっと日の当たり方でちょっと見づらいかもしれないんですけど、この辺も全部ブラウンに変わってます。でフロントのナビもですね、うちでやっぱり人気の、パイオニアのサイバーナビ10インチついておりまして、まあ大画面でやっぱ見やすいですし、まあちょっとつけますけど、まあこんな感じですね、はい、なってます。でまあ下に操作のタッチパネル等ありまして、見やすいのかなと思います。で、こちらですね、デジタルインナーミラーがついてまして、エンジンかけますか、失礼します。エンジンかけると多分わかると思うんですけど、こちらですね、デジタルインナーミラーになってます。で普通のルームミラーだとやっぱり後席モニターの角とかですね、ちょっと映っちゃって後ろが見にくいとか結構いただいてるんですね、意外と。なんですけどこれメーカーオプションでつけられます。で、これ後ろからの映像、バックカメラとほぼ同じ位置から撮った状態でこういう風にモニターとして映せますので、後ろの後席モニターとかですね、全然気にならず、まあ、後ろの様子がうかがえると。でこのモニターだと、内装わからないじゃんってなるんですけど、これオフにすると普通の鏡になりますので、もちろん両方お使いいただけます。ちょっと今高いんですけど、これが10万8000円ぐらいでメイクオプションで設定できますので、結構あるなしだと全然違うと思います。はい、なところですね、オンにさせていただきました。はい、ありがとうございます。いらっしゃいますね。まあ、今回ですね、ちょっと一風変わったアルファード、SC パッケージいつもご紹介させていただいているんですけど、今回は G グレードご紹介させていただきました。金額的にもですね、これ S の C パッケージと約20万円ぐらい、あの G グレードの方が落ちます。で内装ほとんど、変わらず、まあ、同じ合皮でと、でフラクセンで高級感もあり、パネル部分も、ブラウンで統一感あふれますし、20万円下がるから、まあ、こっちがいい悪いっていうのはないんですけど、まあこちらでももちろん3眼 LED つけられますし、パワーバックドアももちろんつけられますので、まあ、こちらもご検討いただければと思います。詳しくはですね、ホームページの、アルファードの価格表等ございますので、そちらからお問い合わせいただければと思います。本日は最後までご視聴いただきましてありがとうございました。